ダウンスイングで、まあ、下半身リードはいいんだけど、ここが伸びたまんまこう降りてきちゃう。伸びたまんまだとこうやって上から降りてきちゃうわけね。だからここがでこう縮んでくるとインサイドから下ろせるわけですよ。右サイド縮めますよっていうと、はい、軸傾いてこういうこういうことかなみたいなって思うじゃない、はい、だけど皆さんこんにちは、部長のリーです。小杉です。はい、ということで、はい、この動画が今日今撮影している中では2本目の、ね、動画になるんですけれども、はい、1個前の動画でインパクトバックをこう叩くと、ね、どんな風な体勢だと力が入るのかっていう流れから、はい、ハンドファーストって、うん、こう手が前に行ってるように見えるんだけど、はい、実はこの体勢からこうやって起き上がって正面向いてみると右肩の前に手があるんですよと、はい、それぐらい右手が遅れて降りてこないと強く叩けないし、はい、インサイドからこう下ろしてくることもできないんですよっていう話をさせていただきました、はい、まあ、詳しくはね1個前の、はい、動画でめちゃくちゃ熱く語らせていただいたんで、はい、それをね見ていただけたらと思うんですけれど、はい、その流れから、ね、よくインパクトで下半身先行して下半身は開いてますよと、はい、でもその時に一緒に上半身が開いちゃうと体開いてるから、うん、上半身は閉じてるんですよとかって言うじゃない、はい、で聞きますよね、はい、じゃあこの上半身閉じてる状態ってどういう状態なのかって皆さん正しく把握できてますかっていうのを、はい、今日のね、はい、動画のテーマとして話をしていきたいなと、はい、で下半身がこうやって開いてる状態、まあ厳密に言うと股関節ですよね、はい、股関節がここに左が切り上がって、まあ、大体45度ぐらい最初の位置からすると45度ぐらい開いてる状態です、これ今、はい、この時ってじゃあ少しずつこう分析していくんですけど、はい、おへそのあたりってどっち向いてます？足と同じ方向ですね。そう、足とこの股関節が開いてる方向におへそも絶対向くわけですよね、はい、こうやって上足残してってしてたとしても、はい、おへそって左向いてんですよ、ね、で胸のこのあたりもまだギリギリ左向いてんです、はい、で体の構造で言うと、はい、この胸から上この胸椎のところから、うん、この上の部分はねじれて動くんで、はい、だから厳密に言うと下半身開いて上半身残ってるっていう時の上半身のここから下は全部一緒に左に絶対向いちゃうんですよ、体の構造上、はい、で肩だけこの胸椎から上だけが開かないように我慢してるっていう、はい、状態になるわけですよ、はい、だから相当背中がねじれてる状態がインパクトの形ってことですよね、はい、でこの状態だからこそ力もこう入ってくるし、はい、インパクトも正面で捉えるっていうことができるわけですね、はい、で今日は小杉さんにそれを体感してもらおうかなということで、はい、私がちょっとこう押さえてるんで、はい、どんな風に体ねじれるのかちょっとやっていきましょう、はい、じゃあどうしようかな、棒なしで、はい、じゃあまずはカメラ後ろに向かって普通にこうちょっとスタンス構えてもらってやっていきましょう、はい、じゃあ私がこの肩動かないようにしてるんで、はい、どん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 下半身を回していってください。じゃあグリップ一応握っとこうかな、そう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 、
どん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 腰回して、どんどんもっともっともっと、もっと、そう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 、そう、きついでしょ、きついでしょ、この辺がそう、このきつい状態が必要なんですよ。だからインパクトの時にこのきつさねじれてる感じがなかったとしたら、それじゃね、それはちゃんと胸椎から上が残って下半身が先行して力強く叩けてる形にはなってないってことですよね。叩けてないってことですね。で、今こうやってねじってった時に、はい、思いっきりこの右サイドが縮んで、うん、はい、ここら辺きつかったの。はい、分かった。めちゃくちゃきつかったです。めちゃくちゃきつかったでしょ。でここ縮んでる。そう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 。で、ゴルフのスイングってどうしてもこう背骨を軸に回転してるっていう意識があるんで、はい、この両サイドがね縮んだりせずにまっすぐなまま。ただ単にこうまっすぐなまま回転してるっていうイメージを持ってる人が多いんだけど、はい、実際にはこうやってね股関節から曲がってないで起き上がってればそれは可能なんだけども、はい、こうやって一緒に回っちゃうから、はい、だけど股関節から曲がってる状態で下半身はどん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 開いていく、先行していく、はい、でも胸椎から上は開かないようにこらえてるっていう状態にすると、体の構造上をやってもらうと分かるんだけど、絶対ここから縮むんですよ。縮みますね。縮むんですよ。まっすぐなまんまキープするっていうのはもうこれ構造上不可能なんです、はい、でもほとんどの人がここが縮まないようにまっすぐなまんま打とうってしちゃうじゃない。はい、そこに落とし穴もあるわけ。だからインサイドから下ろしたいって思ってるんだけど降りないっていう人の大半がダウンスイングで、まあ下半身リードはいいんだけどここが伸びたまんまこう降りてきちゃう。伸びたまんまだとこうやって上から降りてきちゃうわけね。だからここがキューってこう縮んでくるとインサイドから下ろせるわけですよ。でここを縮める、右サイド縮めますよっていうと、なんかさこう軸傾いてる、ね、こういうことかなみたいなって思うじゃない、はい、だけどじゃあ猫全然ね、ちょっとじゃあカメラに向かってまっすぐ立ってもらっていいですか。でさっきみたいにじゃあ肩開かない、私今度後ろからね、はい、押さえてるんで、じゃあ、まあ、さっきみたいにグリップ握ってもらっていいですか、はい、で前傾してもらって、で下半身どん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 回してて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 、これ今正面から見た時に軸傾いてるかっつったら傾いてないんですよ。一切右肩下がって斜めに軸が傾いてるかっていうと傾いてないですよね。でも右の脇腹あたりめちゃくちゃ縮んでるでしょ。めちゃくちゃここ縮んでますでしょ。そういうことなんですよ。でここを縮めるとか言うと、はい、こうこうしちゃこういうね、パッと多いですね。それをなんかこう勘違いしてこうやりすぎちゃってもこんな風にね下から煽るみたいになっちゃってよくはないんですけど、肩押しちゃうからもうスピードも出ないみたいなことですね。だからちゃんと上半身がこうね、この胸椎から上が開かないようにして、でも下半身回してくってすれば自然にここ縮んでくるので、でインサイドからもこう降りてくるんで、だから決してこう傾けるっていうことではないんだよ、でもここは縮んでくるんだよっていうのを今日ねちょっと伝えたかったのと、ものすごいねじれてるでしょ。ものすごいねじれっぷりですよ。これが俗に言う捻転差っていうのはこういうことですよね。でもほとんどの人が捻転差っていうとインパクトまでのこのねじれではなく、バックスイングで下半身止めてねじることを捻転差だと思っちゃうわけよ。だけど一番必要なのは切り返しの後にこのねじれてる状態でしょ。だから私がよく言うのはバックスイングは捻転差なくてもいいから一緒に大きく上げちゃって、特に男性の年配の方とかはもう体硬くなってきてるから、うん、下止めたらもう絶対回んないですから。そうです、はい、だから下も一緒に回しちゃって、
大きく上げて切り返しで下半身から踏み込む。でもその時に上に残しとく、しっかり間を取って上に残しとくんですよっていうのを散々言ってるじゃないですか。それが今の話にも全部つながってくるんですね。あのステップドリルってさ、昔やったじゃないですか。こうやって一本足でこうやるとき、この時も踏み込む時に一緒にこうやって開いちゃうとスピード出ないでさ、開いちゃうとまだ腕振り下ろしてないのに腕が低い位置に降りてきて、でそこから振るからスピード出ないですよと。だから上げた時、上げて踏み込む時にも上にこう残してないといけないんですよって、はい、でここでねじるんですよ。ねじれますね、ここでやりました、ね、はい。それが今言ったこの点々差作ってそのまま回していくっていうところにもつながるんですよ、はいはい。だからステップドリルってすごく優秀で、これでちゃんと上で間を取って、はい、待って下半身強烈回していくっていうのができれば、うん、今言った動きとかにもつながるんで、はいはい、ぜひですねステップドリルも、あの育成プロジェクトの100本ぐらいある中のどれか1本で、はい、ぜひねそれもやってもらいたいと思うんですけど、はい、はい、ということで、はい、まあここのところね、そのインパクトバッグを叩いて、はい、どうやったら、うん、強く叩けるかっていうね、うん、ところをやってきたんですけど、それってゴルフスイングの基礎になる部分の話にもつながってくるので、はい、さあ今まではさ、ほら最初はとにかくゴルフ忘れて、はい、早く振ることを覚えましょうってね、そうですね、はい、やってきましたけど、はい、まあもちろん、うん、ゴルフスイング的なことを抜きにして、うん、ただ早く振るため、棒を早く振るためっていう練習も必要なんですよ、はい。ヘッドスピード42の、ね、男性の方だったら52で振れるようにさえなっちゃえば、今度はねゆっくり綺麗なスイング、自分のやりたいスイングをしてゆっくり振っても47、8出ちゃうわけじゃないですか。そうですか、はい。ただ元々42だった人が比べれば ね、うん、ねもう6上がってるから、ヘッドスピード、はい、30ヤード以上ね伸びるとね、はい、だからその状態を作ってから、うん、ねいいスイングを作り上げていくっていうのはね、はい、まあ重要なことなんで、はい、とにかく早く振ることをスイング的に効率よく飛ばせる飛ばせないっていうのはもう抜きにして覚えていくっていう、それもすごい重要です、はい。だけどスピードが上がったあとはね、今度は同じヘッドスピードでより効率よく初速出して飛ばしていくためにはどうしたらいいかっていうね、ちゃんとゴルフスイングのことを考えていかないと安定してないショットも打てないんで、はい、ようやくね小杉ちゃんも、はい、そこにね、そこにようやく入ってきたってことですよ、そうですね、はい、はい。なので、はい、ちょっと今後はねまた早く振るっていう練習も継続的にやりつつ、ね、より効率よく飛ばせられるようなスイング作りっていうのをねやっていきたいと思います。はい、じゃあね、小出ちゃんもうちょっとこれをねインパクトバッグをバンバン、ね、バン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 叩いていってください。で、はい、今のね意識で肩は残して下半身を思いっきり、そう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 、これをね本当に叩くだけで体がそうなるのでそう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 もう無意識で反応するからね、はい、そうそうそう、でもうできるだけ手元が後ろから、後ろから背中の方から巻きつくように遅れて降りてくる感じ、そう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 、めっちゃ力強い、めっちゃ力強い。じゃあこれちょっとひたすらねやっててください。はい、とにかくトップを深く回しましょうと、高い位置から振り下ろせば飛距離は伸びるよと。そして1、2、3、プロのトレーナーさんにきちんと体をほぐしてもらえれば、うん、はい、それでね飛距離伸びちゃうんですよ。寝てるだけで、はい、超楽して飛距離アップができちゃう方法があるんです、はい